ございました。じゃあどうなったか、独立したらこうなりました。警察官の数は10倍に増えました。治安が良くなる。通報からの反応時間も5分の1になりました。住民サービスが非常に良くなった。さあ良かったのかというと、じゃあ取り残された元々の軍の方はどうなったか、はい、市から外れたので税収が大幅に減りました。公共サービスが低下して道路がボロボロになってきた。治安も悪くなった。あれデイブさん、こんなことあるんですアメリカで。いやこれは本当に異例なんですけども、ここまでの排他的にやるのはもちろん国としての概念に反するんですが、ただ不満が